さあ、リュウシュウキサンデーナイトドリーマーでございます。12月16日日曜日生放送でございますけれどもね、もう寒いね、本当に。東京いない人は、まあでも日本全国的にそうでしょ、うん、そうですね。めちゃめちゃ寒いよ、俺心配でさ、安田家、安田さんがね、安田家、なんで安田家よ。いやもう、まあ、さ、もう凍えてない、死んでない。いや、死んでないですよ。健在ですよ。大丈夫？全然大丈夫ですよ。暖房もありますし。暖房あるの？焚き火でしょ？ガンガン。焚き火じゃないです。ガンガンで炊いてんでしょ？違います、違います。一斗缶に、木入れて燃やしてんでしょ？なんで俺んちストーブもねえのか。いや、違いますよ。エアコンですから。エアコン？エアコンディショナー？エアコンディショナーですよ。はい。エアコンディショナー2台ありますから。はい。ほんと？部屋1つなのに2台ある。2つ、3つありますね。部屋3つ。部屋1つにエアコン2台。そんなわけないでしょ。ああ、そうです。はい。まあ、そうです。風邪ひかねえんで。はい、大丈夫です。してくださいよ。大丈夫です。大丈夫です。ありがとうございます。トピックスとしてはね、はい、まあ、これかな、やっぱり。これが一番いいかな。うん、ラジオネーム、カシス〇〇。あるいは中国でまたもや恐ろしい事件が起こりました。55歳の男性がある日、下腹部に激痛が走り、病院に行くと、膀胱に長さ13センチ、重さ1キロの、ダチョウの卵ぐらいの膀胱結石が見つかりました。原因は夜な夜な仲間とハマっていた麻雀でトイレを我慢してやっていたそうです。うん、アリエさんもゲームが始まりね、ゲーム番組始まり、プレイ時間増えたまでしっかりトイレ行ってくださいということですか。うん、ダチョウの卵みたいな膀胱結石なの、たまんのそれ。ねえ。それ卵じゃん、本当に。いや、もう本当そうですね。すごいね、中国って。うん、いや、そんなもんが膀胱のところに詰まるって相当じゃない、うん、何飲んでたんだろうね。ねえ。石飲んでたんじゃないそのままですか。いや、本当に。本当ですよね。いや、だからそう、世界広いなと思うし、俺なんてまだまだなと思うね。うん、この前も、だからその、有吉ベースっていう番組で、うん、おしっこ我慢してね、おしめつけて、はい、おしっこ我慢するっていう企画をやったんだけど、すぐあいつら漏らすもんね。いや、まあね。ね。いや、2時間前ほどね。2時間前に2リットル水飲んで、ね、はい。それでも我慢できないのすぐおしっこ漏らしちゃうんだから。そうなんだ。おしめのせいにすぐ青いの、ライン入漏らしましたよってライン入っちゃってさ。はい、そうですね。全然ダメだよ。そう、昔で言えば、ね、俺が、ダチョウクラブさんとかやっとやってた、はい、世界、館長世界陸上でしょ？館長世界陸上でもさ、ダチョウクラブの3人と出川さんにおしめつけさせてさ、はい、下剤飲ませて館長して、はい、館長して、うんこ漏らさないようにっていう企画やったけど、はいはい、あいつらすぐ漏らすもんな。信じられないぐらい、ね。本当ですよ。びっくりしたよ、俺、上島さんのうんこの量。そうなんでした。大人が、番組でカメラ回ってて、こんなにも出すんだっていう。少しやっぱり。審判でしたからね。確認しなきゃいけないからね。漏れたって言ったら、おしめぐっとめくって見るんだけど、もうすごい量の、うんこ漏らしてるっていうのあったけど、我慢できないね。だから、ああいう奴ら見てたらさ、情けないなと思うから、この中国の、おしっこ我慢して、尿管、膀胱結石1キロ溜めたやつすごいなと思って尊敬してるよ俺。いや、相当我慢できると思いますよ。いや、すごいと思う。だから絶対ちょっとこれスカウトしたいよ。よし、メイク。すごいな、お前。Release all that stress. Now a variety program. さあ、こんばんは。オートブルの真珠、広島軍団怪談時、軍人ロックスター有吉弘行でございます。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリーマー。アシスタントこちら、デンジャラス安田です。よろしくお願いします。デンジャラスでいいですね。デンジャラスでございます。デンジャラスことベンジャラス、ね、違います。ベンジョじゃないです。ベンジョのラスボス、ベンジャラス。全然違いますから。ラスボスっていうほどの実力はねえか。その前に便所の便所雑魚だな。便所雑魚。その前に便所のやつ雑魚を便所のやつをなしにしてください。ラスボスがどうこうの前に便所のやす子さん。もうやめてください。便所の下りをやめてください。便所のやす子さん。オープニングからずっと便所関連の話ばっかりで。ね、はい、あれだね、本当に指原が、うん、卒業だって。ああ、そうらしいですね。あいつも本当に、なんていうかな、その水臭いというかさ、おう、やっぱこのラジオで一回だけ公開録音したことあるんですよ。はいはい、ね、はい、国際武道大学で、はい、らしいですよね。その時のアシスタント指原ですよ、うん、
まだ全然売れてないようなほんと家出少女みたいな面してねネクラでさあそうなんですか、なんかもうボソ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 なんかマジで便所の花子さんかよっていうような国際武道大学であいつ見たらマジでこいつ便所の花子さんじゃねえかなっていうぐらいネクラでさゴソゴソボソボソやってたくせにさ、うん、こうやって仕事増えて、うん、どんどんHKT でね、うん、で AKB 総選挙で1位取ったりしてさ、うんうんうんそんな感じになったらもう一切こっちのラジオに出やしねえだろう普通俺だったらそうするけどねすいませんってもう無断で来て、はあ、すいません本当にこのラジオのおかげで今こうやって AKB 総選挙で1位取れましたっつって今日アシスタントやらせてくださいって言うけどね俺だったら、うん、ああそうですか俺だったらね俺だったらやるけどね、はあこのラジオのおかげじゃないんじゃないですか、ね、おいおいおい言ってくれるじゃんか便所のやす子さんやめろよやめろよ俺の便所のやす子っていうのまた来るんだよそういうのがしつこく今日はサンドリキャラクター祭り2018を開催でございます皆さんのリクエストにお答えしてこの番組に登場してくださっていろんなキャラクターの名場面を紹介してまいりたいと思います有吉ルクサンデーナイトドリームは今夜も最後までお付き合いくださいM1 グランプリの賞金1000万でザ・ W の賞金1000万ってちょっと釣り合ってないよザ・ W の賞金100万にしなきゃダメだよマジで来年からやるんだったら本当にいい加減しないと僕見てないあ見てないの分かんないですけどいや本当にねちょっとね急に意見言ったからやないですだから女だけっていうのもおかしいねやっぱじゃあ男芸人ナンバーワン決定戦もやんなきゃいけないしねまあそうですよ、ね、ザ・ M もやんなきゃいけないねそうなりますよ、ね、ザ・ M も賞金100万だよザ100万ね100万はいはい、はい、お願いしますね、ねはい、M1 チャンピオン賞金1000万でザ・ W も賞金1000万ってちょっとおかしい、はい、おかしいですかそうですかぜひご覧になってみてくださいわかりました録画はしてありますねはい、はい、見てみますなるほどって思うかもしれません阿佐ヶ谷姉妹は阿佐ヶ谷姉妹が面白いことは知ってるよ、うん、だからねそれは知ってるけどね、はい、もちろんそうですね、はい、やけど他にもちょっといろいろとね、まあ、見てほしいな、はい、ラジオネームモーイロクローババ、うん、安田さんね家に暖房あるって言ってるけどなお前正面から出る湯気は暖房と言わねえぞ気にしろよよく思いつくなそんなこと湯気に子供たちが慌てて手出して来ませんよ来ません終わっちゃうそんなことないですラジオネーム波打ちの海岸 FM 群馬おやすだまたかよ家にエアコンが2個だと、はい、廃品回収で捨てられたゴミを机と椅子にしてるだけだ違います違いますよまださっきそのエアコン2個言ってから5分ぐらいしか経ってないのにまあよくそんな来るね本当にまだ便所のやす子はねちょっと届けいいよ届けなくても書くなよもう絶対にやす子さんはい例文を言うんじゃねえよその感じで来るだろう今日はねキャラクター祭りでございますはい、メッセージはね募集しております皆さんね、はい、どんどん送ってくださいいろんなことをねはい、はい、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってくださいネットで有吉 JFM と検索すれば大体一番上に出てきますなんだぬるっとお前便秘みたいな喋り方しやがってよじゃあそうですかそんなことない肛門にクソが詰まったような喋り方してんじゃねえよじゃねえんだよ言った後にええじゃねえんだよ多いぞお聞き直すと多いけばね多いけばねお客様お客様ダジャレはダジャレだけはやめてください本当、はい、キューパーのあの細川たかし面白いね知らない知らないですあそう、はい、見てないテレビあんま見てないだ ねそんなにだから、うん、あそう全部は全部見てないです、ね、そうかはいはいすいませんあれそのメガネルビーカラー何ですかわかんないですすいませんごめんなさい安田の生まれた年だよねあれ何ですかわかんないですハズキルペも知らないハズキルペは知ってますけどハズキルペの竹井恵美ちゃんのやつああ竹井恵美ちゃんだっけ竹井恵美ちゃんはい竹井恵美ちゃん竹井恵美ちゃんもすっかりスナックのスナックというかクラブのママやつですねそうですか
俺が初めてね、何回も言うけど共演した時はね、まだ17歳16歳で、まだ二の腕がプニュプニュしてて可愛いなと脇汗かいてさ、トンネルズさんでしょ、食わず嫌いでしょ、そんな女の子がさ、もう数年経ったらもうハズキルーペでさ、クラブのママ役よ、ハズキルーペ大好きって言ってるんだ、大人っぽくなってさ、もう結婚してんだよ、結婚してます、早いね女性は、出世が早い、出世は早い、本当に早い、それに比べて便所の安子はなんだ本当に比べるなよ、便所にこもってさ、便所の安子ってもう比べるなよ、それはそれで大変なんだろうけどな、便所にこもってんの、こもってないんですよ、便所を守んなきゃいけないからな、いや守ってないですから大変だということでね、ということでじゃねえんだよ、だから何お前言いたいことだけ言ってすぐ進もうとして、キャラクター祭り始めますね、はい、お願いします、ね、皆さんまたキャラクター祭りに関するメールとかどんどん送ってくださいね、ちょっと昨年はね、うん、昨年振り返っても全然覚えてないんだけど、うん、タタンおじさん、はい、インスタおじさん、うん、ペロンチョ大統領、有吉クリスティーン、万元よしお万元よしおは覚えてます、万元よしお、コウモン美智子、半蔵門の石橋貴明、芦田愛菜、北原理恵、自警団、空手師範大、ジャズマン、板前ジャズマン有太郎、浜崎あげみ、河本ひろと、有淵剛、DJ 爆音、 MC フランシュタイ、寺田いつきということで、そういうノミネートがあった中で優勝は、北原理恵さんということでございました、はい、今年はどういうキャラクターがね優勝するのかっていうのは、ね、これも賞金1000万ぐらい欲しいですザ・ダブルの賞金が1000万だったらこの大会だった賞金1000万ぐらい欲しいもんですけどね、本当にスポンサーがいないですからね、無理ですけども、はいはい、行っていいのかな、もうどんどん行っていいの、行って大丈夫だと思います、行かなくてもいいし行ってもいいよ、いや行きましょう、もっと便所の安子さんの話、もういいです、いいです、便所の安子のちょっと苦労話を、生涯どういう話だったか、いやだって爆放フライデー帳で聞いてみたいんだけど、その便所にこもってるわけじゃないんで、便所の安子聞かしてって言われても、うん、話すこともないんですよ、なぜまず便所に入られたんですかいやなんかやっぱり辛くて、いや辛くてじゃねえんだよなんで辛くて便所入んだよ便所で流されて死んじゃったんですもんね、それで その恨みがそこに残った、便所で流されて死んだって何なんだろう、どういう状態なんだ、便所には新しい、それは新しい、それはとても臭いくて汚い安子様がいるんやで、便所にはとてもとても老けたおじさんがいるんやでエントリーナンバー1番ですか、それ違います、エントリーナンバー1番の便所の安子さん、行きますか、はい、ちなみに、はい、去年のキングオブキャラクターね、北原理恵さんどんな感じだったのかというのを改めてちょっと聞いてみてください、はい、分かりました、どうぞ、はい、なぜん素敵な人ないですなんて言ってるんですか素敵な人ないですいいしか聞こえないですねいいしか聞こえないですね、はい、皆さんは皆さん皆さんこんな感じ素敵な人ないです素敵な人生をなんとか人ちゃって入りましたね、殺人そうカツ丼かな、カツ丼かな、そう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 、ハレイジョンと、鈴。鈴カツ丼と鈴、カツ丼と、カツ丼と、鈴。鈴鈴鈴鈴鈴って言ってました。違う、鈴。いやいやいや違う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 。お前ら、目にまずいな。聞こえねえよ、もう何言ってんの。滑舌が悪いんだよ。聞こえねえよ。聞いて、聞いて。なんで聞いて聞いて。カシヤンと。カツが終わりました。シロン。ね、ひょっとして、うどん？そうそう。うどんやったやったこれが去年の優勝。あ、優勝ですか。優勝。覇者ですね。北原理恵さんでございます。全然覚えてないけど、なんか、めちゃめちゃだな、本当に。というわけでね。これを超えるチャンピオンは出てくるのかということでございます。今年のキャラクター祭りに参りましょう、はい、いただいたリクエストメールをもとに登場した部分をダイジェストで紹介してまいります、うん、そして最後に大賞を発表いたします、はい、いうことでございますね。1個メールも来ておりますね、はい、ラジオネーム金玉工場長、
僕が今年一番好きだったキャラは2月18日に登場した阿部寛さんです。この阿部寛は番組終盤にスピードスケート小平奈緒選手が金メダルを獲得したという速報が入り、渡名喜アナウンサーにバトンタッチする際に現れるとてもダンディーでセクシーなキャラでしたということでございますね。これ聞いてみましょうか。エントリーナンバー1番阿部寛さん。番組の途中ですが変えたでしょ、ここでオリンピック関連のニュースが入ってきました。阿部寛です。渡名喜さん一発やろせる。言わないだろ。言わないよ。いい加減にしろよ。やばいね。普通こういう時は真面目にやんなきゃいけないんですよ。そうですよね。地震の速報とかね、そういう事故の速報とか、こういうまあ緊急速報みたいなものはね、真面目にやんなきゃいけないですね。これはどんなにふざけてても、あ、ここでニュースが入った模様です。JFN 渡名喜さんよろしくお願いしますって言わなきゃいけない感じですよね。もう阿部寛さんいらっしゃってたんで。ああ、そうですか。なるほどなるほど。ね、面白かった。渡名喜さんが困るよね、あやめされるとね。いや、受けが、ね。渡名喜さんの受けがかわいそうやね。こっちはいいけど。あの、でも、よくヒルナンデスとかでもほら、なんか表記に間違いがありましたみたいな、お詫びがあるんですよ。ありますよね。ね、うん、あの、なんとか公園の、マンコ公園の、マンコ公園のマンコっていうのは、この、ちょっと、表記が違いましたみたいな。はいはいはい。ニュースがあるんだけどさ、はいはい、そういう時もちゃんと謝るじゃん。でも、はい、昼なんですの時とかさ、うん、俺もあの謝ってる勝手に、ね、表記が誤っておりました、誠に申し訳ありませんでした言うようにしてあ、そうなんだそうするとやっぱりみんな嫌な顔してるいいんでしょ、謝った。いや、でも別に謝る分には、ね、はい、問題ないと思います。生放送だと割と多いっちゃ多いですもんね。そんなことは、うん、マンコ公園ってどうやって書くんだったけど、全然覚え出せないんだよな。ミツル、ミツルじゃないよね。漫画のマンみたいなやつに水、ね、水だと思いますね。はい、そういうと。あれパッと思い出せなくていつも間違えて書いちゃうから、はい、硬いとかにしてしまうからちょっと。まあ、まあ、あとまあそれをなぜそれを例題にずっと言ってるのかっていうのがちょっとね、気にはちょっとなってますよ。私は。続いて。私はね。まあ聞いてる人もかな。続いて、うん。まあスタッフが一番ピリピリしてるのかな。なんでよ。なんでそれを例題にこの人はずっと挙げて言ってんのかな。違うことでもいいじゃないですか。いや、パッと思い出したから、琵琶湖はさ、はい、琵琶湖でしかないじゃん。なんかもうあの琵琶湖でしょっていう、ちょっとそら間違える感じはないじゃん。はいはい。なんかマンコ公園って広げますこれ。広げます。何を何をじゃないですか。何をじゃないんですよ。ね、2枚目ラジオのチェーンギャングファイブ、はい、僕の好きなキャラは4月1日に登場したターミネーターです、うん、有吉さんが必死でターミネーターをやっているにもかかわらず、酒井と関谷は一切突っ込まずケラケラ笑い、有吉さん自ら諦めシャットダウンした瞬間が最高でしたそうなんだ、全然覚えてない。俺そう。エントリーナンバー2番シュワちゃん、うん、I'm back. ちょっと。おい、スロンスレンかい。心配したぞ。おい、スロンじゃないかい。おいおい、スロン、お前だけ抜け駆けは許さないぞ。お前は、あいつじゃないか。筋肉の。筋肉の筋肉のあれじゃないか、じゃあなんかおいおい忘れたのか俺の名前ボケちまったな、ずいぶんあれあれあれちょっとドラフラングレンなんなんだよこれおじさんが名前思い出せないだけじゃんひどいいや、何筋肉の、筋肉のって言ってましたよね。筋肉のあいつかお前も筋肉のあいつだろっていう。あの、筋肉の大根芝居のあいつだ、あいつだ、お前は。お前で全部帰ってきてるよ、お前にも。これ、シュワルツネガーなのね。そうですね。シュワルツネガーです、ね。はい、シュワちゃんやってますけど。こんな感じでどんどんやってまいりますので、はい、まあ、皆さんがちょっと呆れずについてきた欲しいな、ベンジョのやすこさんに関するお便りも待ってます。いや、いらないです、いらないです。一旦ブレイクいたします。
さあメールも届いておりますね。ラジオネーム、はい、アナナシカラシレンコン福島 FM。 え、阿部寛さんは出てたんですか。今は下町ロケットと被ってしまうんで貴重ですね。そうですよね。なんか特別に来てくださいましたよね。 おちんちん出しながら来てくださいました。,笑っちゃいました。大きくてちんちんが。あ、やっぱり大きいんですか。見てくださいつってアルトバイエルンつって言ってたアルトバイエルンより大きいですよつって5倍これこれする5倍つっておちんぽロケットですねなんつってもシーンとしてた。全然笑わないの。おちんぽロケットは全然笑わないんだもん。自分のドラマばかりされてるそれは嫌なんだよ。でもアルトバイエルンは CM やってくせにさ5万円つだアルトバイエルンいやアルトバイエルン随分でかいですねつってフランクフルトぐらいありますって笑ってたよ。笑ってたよじゃないんだよ本当に。いい加減にしないと。ラジオネームおまっとさんでした。 FM 新潟便所のやすこさん。やめろ。それドリンクバーじゃなくてウォシュレットですよ。違いますよ。飲むわけないでしょ。んなもんは。ラジオネーム代打俺 FM 徳島便所のやすこさんに質問です。いいんです質問な。便所界の一番を決めるザ・ダブルシーでやすこは優勝したみたいですが賞金500円の使い道教えてくださいっつって言ってますよ。トイレットペーパーを買いました。だから、くだらないんだ。切れてる。なんでザ・ダブルシーって本当に。便所のナンバーワン決めるんだって。便所界のナンバーワン。便所にこもってる奴らのナンバーワンを決める、ね、ザ・ダブルシーでございますからね。はいはい、賞金は500円だって。はい、ザ・ダブルを500円にしていいぐらいで本当に。そんな、もう苦言じゃん。完全に。いや、見てないから、ね。いや、そうですか。うん1000万やっちゃダメだよっていう。ああそう。また M1 の大会のちょっと次の週ぐらいだからさ、まあ、そうですよね。またちょっとそう思っちゃって。確かに、ラジオネームちょうどいい便所のやすこさん最近トイレが近いんですがどうすればいいでしょうかということでね。まあでも来なきゃ困るしね。便所に人が来てくれなきゃわーって言えないもんね。わーっていうのが楽しいんだもんなお前はな。いやわかんない初めて聞きました。便所のやすこさん便所のお化けちゃんたちは便所のお化けちゃん便所のお化けちゃんたちお化けちゃんたちは何そうバーってやるのが楽しみ。そうでしょ。便所に来たやつを驚かせるのが楽しいんだろお前らは。引きずり込んだりいやまあ多分それトイレの花子さんのあれでしょ。クソまみれでクソまみれなの俺ねえ和式なの俺和式なのそれボットンなのそう推薦じゃないの推薦じゃないでしょ。うわ厳しい。推薦だったらでも相当だって細長く出てきちゃうじゃんハイチュウみたいな体でハイチュウみたいなプってネチョーっとして出てこなきゃいけない推薦だったらお前あの隙間から出てこなきゃいけない便所のおおおもうハイチュウじゃないんだからよって言われちゃうお前ソフトキャンディーみたいにクニャーって出てうーって治るまで時間かかるじゃない。広げすぎじゃねえかなどこどこじゃねえんだよ。ケツの穴じゃねえんだよ。ボットンだっていうことになってだいぶ絵が見えてきたよ。ああそう似合うだろ。いやまあ似合うかな、似合うかなじゃねえんだ。なかなか出てこないねそういうアイドルグループね。便所のお化けちゃんみたいな便所のお化けちゃん地下アイドルとかいっぱいいるのにさ、まさに地下アイドルじゃない便所のお化けちゃん。いやまあそうですね和式で便所のお化けちゃんだったら俺応援するけどね。お化けちゃんじゃないかわいそうだ。本当に出てくるぜそんなこと言って便所のお化けちゃんこれを拾って誰かがプロデュースして、そういうことね、プロデュースで、はい、プロデュースで。まあお化け見たことないね一回も見たことないでしょ。ないですね一回も。マジで島で一回もう島田も一回もう言ったけどさ、はい、あのやるせなさの中村がさ、はい、この前なんか CM 撮ってたんだよ、うん、CM 撮ってたらさ、うん、やるせなさの中村がいてさ、うん、何やってんのお前って言ったらさ、うん、いやちょっとプランナーで入ってんだよ、うん、何プランナーで入ってるっつって、うん、ってさ、うん、そこで話してたらいやお前聞いてよ島田の時のラジオっつって、うんうん、何どうしたのってひどいなお前さ有吉っつって。なんで叩きすぎだよっつって俺の名前も出てきててさ俺のお前のラジオで俺の名前出てくると俺もう震えが止まらねえですじゃあ一曲いきましょう、アレキサンドロスでアルペジオ。いやだからやる
ルセナスの中村なんでさ、マジで、お化けがいるっつってさ、お化けがいて気分が悪くなったっつって吐いちゃうんだから、その辺で道端で、って。ああ、そうですね、確かに。異常だよ。もう思い込みも華々しい、本当に。いい加減しないとね、本当に、ああいうやつは。いや、まあね、霊感があるって言ってますからね、でも。マジで一回島田と同じ刑にしてやろうかなと思うけど、あいつはな、出てくるほどネームバリューもねえからよ。言う必要ねえ、中村なんて思って。吐き気しちゃうから、うん、またこれ聞いて嘘ついてゲロ入ってんだから嘘ついて道端でゲロ入ってんだからそんなもん困ったもんねあいつこれ本当にこれ聞いて吐いちゃうからまたこれ聞いても吐いちゃうからこれ聞いて吐くのは気分わかるんだよなんとなくそれはそれはわかるよそれ辛くて吐いてるんでしょ、はい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 、お化けがいるんだって気分悪くなって吐いちゃってるんだからいつまで夢見てる起きてんのかお前つって腹立ちますねまあそんなことどうでしょう、ね、どうでもキャラクター祭りはいお願いします。ラジオネームグレープブランデー、うん、FM 長野。私が好きなキャラクターは9月23日登場大坂なおみです、うん、オープニングは挨拶程度だったんですがその後は、色っぽい声で男性たちを大興奮へと誘いましたと、うん、ラジオネームもよこれと、9月23日オープニング大坂なおみを推薦します。チンポを煮込んだスープとは何だったのでしょうか。全然覚えてないですねエントリーナンバー3番大坂なおみ。どうこんばんは。急にここにオートプロの真珠。いやさっきまで誰だ広島が生んだ怪談児軍人ロックスター大坂なおみです。大坂なおみか。大坂なおみさんか。なんかこれチンポみたい。なんか、うん、ウェディングケーキにチンポ入れてるみたい。こういう状況だった。なんかチンポ煮込んだスープみたいな。何なんですかそう思った。カツカレーと思ったらなんかチンポ煮込んだスープだと思った。なんかあれこの話チンポの話チンポの話じゃない。直美ちゃんかわいいね。でもねあの子ね、はい、ちょっとこういい日本語が流暢じゃないところがまたかわいいですね。かわいいですよ。チンポ煮込んだスープです。ちょっと滑舌悪いのよ。なんか、今回、チンポ煮込んだスープとは言ってないと思うよ。そうですか。聞こえますけどね。そう聞こえてるだけ、空耳だと思うよ。なんかのスープだと思う。ああ、そうなんですかね。チンポ煮込んだスープって言わないでしょ、まあ、大阪の言わないと思いますよ。はい。なんと間違えてるんだろうな。次行きましょう。はい。次はね、なんか、ね、ニュースを、いつもニュースのコーナーありますんで、はい、ちょっとその報道番組っぽいキャラクターをまとめた、段積みになっております。はい。ラジオネームイーグル、はい。私が紹介したのは7月1日放送に現れたにわかコメンテーターです。うん、まさかにわかという化けの皮を被った悪魔、うん。弱者と思い込み気を許したら最後、にわかなんですけど、でも、のワードをきっかけに表現。しかしそんな免罪符はもう通用しません。我々は有吉さんから学んだのだから。エントリーナンバー4番、にわか。私ちょっとももクロに対してはちょっとにわかですけど一言言わせてください。やっぱりでも5人の方が人形がいいでしょ。これはバランスがいいんじゃないですか。真ん中に一人いて横に二人いるっていうやっぱりバランスがすごくいいと思いますけど。いやでもちゃんとね見てない人の意見だと思う。しっかりいやだからにわかですけど大体そりゃそういうもんでしょ。ゴレンジャーとかそういうのもそうじゃないですか。ヒーローも5人じゃないですか。やっぱ3人5人っていう感じですかね。4人ってちょっとバランス悪くないですか。です、ね、ダンスやるときに。いやでもにわかですけどね強いんだよな。にわかですけどねこやついるからね。いますね。気をつけてほしいと思います。こういう人に高輪ゲートウェイの話振らない方がいいですね。いや本当です ね。まあ高輪ゲートウェイの話で言うと竹山さんが一番偉そうに言ってたね。あそうなんで芝浜にしないんだみたいな。そうだ、ダサい。あいつ物言う。あいつマジであいつネットニュースに文句つけてるツイッターのやつと一緒のようなことしてるぜ竹山さんって。なんかこれは余計すぐニュースに一言添えてんのあいつバカだから偉そうによ。なんかコメンテーターずらして。いやだってやってるから誰じじいが便所の竹山が便所あっちも便所便所のやす子便所の竹子入っちゃって CM 行っちゃって Stay Night Dreamer Live On Air Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage
www.jfn.jp/dreamer Stay Night Dreamer。 さあということでどんどん参りたいと思います。次はね、こちらでございます。ラジオネームね、Like a Light Spider ですね。5月6日放送、韓国の泣き女ニュースコーナーで世界最高齢43歳のクモが蜂に刺されて死亡したニュースを聞いて悲しみをあらわにしていた韓国の泣き女でございます。どうぞ。世界最高齢43歳のクモ、蜂に刺されて死ぬ。韓国の葬式このショートコントみたいなやつひどいね、本当に。ということでございますね。どんどんいきますよ。はい。続いてはね、こちらでございます。喉が渇いてるシール。僕が推薦するキャラクター、7月22日の放送、有吉さんが占いで見たという100年後に生き残った中国人です。わかんないんだよそれ、何なの。地球温暖化で中国人以外は絶滅している中、なぜか片言の日本語を話している中国人、注目です。どうぞ。でも俺の占い的に言うと、はい、100年後はもう生きてないですよ、もう地球は。あ、地球がもう終わってますから。100年後ですか。もう北斗の拳みたいな世界になりますから、水の奪い合い。ああ、そういうもん。はい。いや、ちょっと当たり前の世界だな。大体もう海にも沈んできますし、温暖化で大体人死にますから。はい。もう100年後はもうそんな感じですか。あ、もう100年後そうです。だから水の奪い合いです。ほう。中国人しか生きてないです。じゃあ強いですね。中国人はほら世界各地に点在してるから、やっぱ結局中国人だけど、中国人だけど北斗の拳です。中国版北斗の拳。なんかありそうですけど。何が。いや、中国で映画化じゃないですけど。それはもう世界的に。お前も死んでいる。おいしいウーロン茶いりませんか。お前もうティンコ食べている。何なんだよこれ。そんなキャラいないでしょ。本当にね、でも中国人すごいな。何億、本当は何億人いるんだろうね、あの人だって。そうですよね、実在。今10億とか言ってるけど、俺多分10億じゃ聞かないと思うよ。あ、中国系のアメリカ人とかも含めたら、マジで20億人ぐらいいると思うよ。そんないますかね。多分、ま、多分、全人口の半分ぐらいいるんじゃない、そんなに。50億いたとしたら25億人ぐらいいると思うよ。あ、残り10億はインド人だしね。そうですか。じゃあもう本当に特殊なんですね。いや、もうすごいと思うよ、絶対。はい、お前のチンコを食べている。俺のチンコ食べてるよ、さあ、みたいな。あれ、アビールさんじゃねえ、今。アビールさんが。あ、ちょっとこれ食べきれない。食べるって言ったんだから全部食べてください。アルトバイエルを。アルトバイエルを。僕のアルトバイエルを食べてください。次お願いします。ラジオネーム、爆音焼肉。10月14日放送、盗撮おばさんがあまりにも怖すぎて忘れられないです。この番組で最も恐れられている、あのゾンビに勝るとも劣らない圧倒的恐怖体験。思い出しただけでまたしょんべん漏らしちゃいました。エントリーナンバー7番になりますね。盗撮おばさん。うわぁ、怖っ怖っ、怖いよ。いや、怖っ、ちょっと助けて怖っこんなに恐怖です、これ怖っこれ本物のやつだから。本当の盗撮おばさんのモノマネだから。あ、そうなんですか。盗撮おばあさんはいいよね。盗撮おじさんだと田代さんになっちゃうからね。いいよ、そうですけどね。
橋郎さんは今振り返ると何でどうやって捕まったんだっけね、思い出せないね。最初盗撮だよね。最初ミニにいた子じゃないですか。そうだね、盗撮やって覚醒剤、そうじゃないですか。それ2回ぐらいやって、盗撮2回、いや盗撮2回の覚醒剤1回ぐらいか、 そのぐらいですかね。面白かったけどね。小道具出してね、小道具ボストンバッグの中から、田代さんそれ何入ってるんですか、うん、もう10個ぐらいボストンバッグちっちゃいの出てくるって、ナタリオシカみたいに面白かった。で最後ゾウが出てくるなんでゾウだよ面白いんだよ、ね、それ知らないわ。面白くてね、俺好きだった、結構くだらなくてね、そういうの多かったですもんね。結構多かった、小ネタね。ああ特捜、特捜テレビガブリンチョっていう、ガブリンチョね、レギュラーやらせてもらっててね、はい、一緒にね、だからちょうどあれね、だから保釈期間中みたいな時俺一緒に飯食ったりとかしてた。ああそうなんですか、うん、大変でしたねなんつって、うん、俺そんな初めて、犯罪者の人と飯食うのあんまりないからさ。犯罪者の人楽しく言い方そんな言い方いきますか。もうこれで前半戦ラストぐらいになるかもしれませんね。あそうですか。ラジオネームギーク、私の好きなキャラクター2月4日登場、ソープ嬢のよしこです。ソープランドル経験がない石澤さんを数秒で射精されたさせたプレー、もう一度聞きたいです。ラジオネーム藤本知恵、2月4日に風俗に行ったことない石澤さんに風俗体験をしてもらうと登場したよしこちゃん、よしこちゃんの速射テクニックに石澤さんも僕も射精が止まりませんでした。ラジオネームベースメントチェア、僕が好きなキャラクター2月4日よしこです。ソープ嬢であるよしこがアシスタントの石澤さんに素晴らしいテクニックをやるっていうね、これ結構リクエスト多かった。およし、ソープ嬢のよしこ聞いてもらいましょう。それよりもだから石井座がやっぱりソープランド行ったことないから早く行ってほしいんだよ。な練習しとくか、ちょっと練習ガチャ、こんばんは、どうもこんばんはよろしくお願いします。はい、よしこです。あ、よしこさん、あよろしく、石井座です。じゃあちょっと、はい、失礼します。洋服、はい、脱がせていただきますね。あ、いや、大丈夫です。自分で脱げるんで。いい、いい日。プチプチ。え？あ、脱がしてくれるんですか？プチプチ。さささささ。はい。ささ。じゃあ、ちょっと、下着の方も失礼いたします。はい。はい。はい。スはい。じゃあ、パンツも。パンツも。はい。はい。スバイン。まあ。すいません、もうちょっと受付の段階ですいませんちょっと初めてなんでちょっと失礼しますね。はい、はい、あちょっとくすぐったいんでやめてください、やめてくださいくすぐったいんで、あもうやばい、出ちゃう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 くだらないんだよ。何やってんだよ、俺。いい加減してないよ、ほんとに。これも賞金もう20円だな。この大会も。これは。この大会も賞金20円だな。ああ、そうですね。はい。ということか。はい、が、これがまあ、あれですって、うん、前半のメンバーですって。うん、ちょっとシュワちゃんが、よくあれだったんだよな。聞き取れなかったっていうか、ね、酒井とあいつがよく笑ってるからさ、ちゃんと聞き取れて、もう一回聞いていいですか、もう一回、全然いいと思います。 I'm back ちょっとおい、シュラスレンカイ心配したぞストロンじゃないかおいおい、サロン、お前だけ抜け駆けは許さないぞお前はあいつじゃないか。だって筋肉の筋肉の筋肉のあれじゃないか。だらけ。おいおい忘れたのか俺の名前。ボケちまったな自分。あれあれ。ああドラフラングレン。なんなの俺、シュワルツネッガーとスタローがいるんだね。はいはいはい。それでドルフ・ラングレンが来たんだね。ああ、なるほど。だから、ドルフ・ラングレン名前出てこないから、あいつだ筋肉のっつって言ったの。筋肉の二人が、筋肉のおじさん二人が、あいつだ筋肉のっつって言ってるの。いや、くだらないんですよね。ねそうか、こういう人たちが、ああ、もうこれで1時間やろうとしてるの、すごいな、毎年。いや、そうですよね。確かにね。いや、そうか。じゃあ、うん、まあ、これはでも、対象は私が結局決めることだからね。うん、だから、ですけども。
まあリクエストいろいろ、まあ他にもいろいろなんかメールあったらぜひ皆さん送っていただくということですけどもね。便所のよしこさんちょっと出遅れちゃったもんね。ソープ場よしこは出ちゃったけど、便所のやすこさんか。便所のやすこさん、便所のやすこさん来年も入れるように頑張んないと、もっとちゃんと勉強してえ、勉強して、勉強して、それ。いやでもだいぶあれですよ、ご自分で広げてはいましたよ今。そう、はい、どこアナルアナルじゃねえんだよクスコで広げてたとか言って、はい、すぐどこって言うんだよ。クスコでアナル広げようってねクスコってあんま言わないよ、専門用語、言わない、わかんないですもん、だって、クスコ、あのお尻グッと開けるやつ、病院の器具クスコ。あ、そうなんですか、うん、初耳ですもん、うん、便所のクスコやめて、ね、何便所のクスコって、少年も春、うん、FM 北海道。やすこさん、はい、それタピオカじゃなくて無効空間ですよ。うるさいな、無効空間だ、粒状のゼリーのやつ、ポポ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 、タピオカみたいに吸って食べてる、食べるわけない、口の中いい匂いです体は臭いけど、やかましいや、体は臭いけどじゃないんだよね体の匂いはキムコで取らなきゃ。キムコ。キムコ。キムコ。冷蔵庫。今のキムコ。キムコ。売ってんのキムコって今。便所のキムコ。誰便所のキムコ。いろいろ変わってきてんじゃないか。基本クソマンだよ。時計仕掛けの異端児改め棒フラ。便所のやすこさん一日何匹ぐらいナメクジ食べてますか。何ナメクジ食べるっていうの。便所の裏にいっぱいナメクジついてんじゃない、湿気が多いから。便所だけは乾燥しねえからな、便所だけは湿気が多いな、本当にクソまみれだからいやだからそのボットンなんだろそれ、なめくじいいから、なめくじ何匹食べんだっつってね。いや食べんだって、あ、まあ、うん、じゃあ5でも絶対生で食べない方がいいぞ、あれ寄生虫ついてこのまま死んでる人だから、 生では絶対食べるなよな、注意しとくぞ。ラジオネームなじゃねえんだよ、だからよ、すぐ次行くんじゃねえよ。 FM 群馬、便所のやすこさん、うん、クリスマスはどこの便所でパーティーするんですか。どうし、あれか、は新宿三丁目とか、新宿三丁目の公衆便、公衆便所、発展場になってるところで推薦だろ、そしたら、そのそれは推薦だよ。あ、出れないのか、じゃあ推薦じゃ、じゃあ結構もうあれだね、やっぱり結構まだそういう整備が整ってね、アジアの国とかに出会ってやってんのニョロッと出てくるの、便所から便所は平気で移れるんでしょ。どうやって移動してんの、あれ、便所から便所、クソの海渡って、あれどうしてんの、船、クソの船船で渡るの、笹船でクソまみれで何笑ってんのある、あ、やすこさん、それ飴じゃなくて小便器に置いてある丸いやつですよ。うるせえんだよ、もう口いっぱいに頬張っちゃった。ほう、これ絶対俺だから、絶対やれないから。そんなに一気に食べるわけないでしょ。レモン、レモン味。全部あれ、しょんべんかけるやつじゃねえけど。あそこにジャストミートしようとするじゃねえかよ。あれ食べちゃダメよ、あれ。食べません。そんな。向こう空間のタピオカ。やりません、それもやりません。もう質問してこないでください。タクシーの、昔タクシーの、あのタクシーの中の灰皿の中に入ってたつぶつぶの匂いのする芳香剤のやつも食べてんじゃないの。いや食べてません、それもう。サンドリキャラクター祭前半戦終了ということで一旦ブレイクいたします。待ったよ。 Stay Night Dreamer Live on air。さあ、というわけでもう1時間終了なんですけれども、はい、いろいろメール来てます。ラジオに騙しやすけしん F 宮崎、有吉さん、田代正史さんは盗撮覗き覚醒剤らしいです。ああそうか、覗、はい、きが入ってるんです。覗きね、はいはいはい、覗きの罪で捕まった時に自宅から覚醒剤が見つかったと。覗、うん、きと覚醒剤は鼻の差ですんで鼻の差じゃないんだ、競馬じゃねえんだからラジオにプラダを着たカズマ FM 岩手、大阪直美さんが優勝した時には北原理恵さんとの対談をぜひ実現してほしいですね確かにね、もちろん。ラジオにいわり FM 青森、今日ノミネートされているキャラクターを紹介して、うん、有吉さんは何なんだよ誰だよと言ってますか、一言言わせてください、うん、全部お前だよそういうこと、うん、最後のお前、恐怖映画のオチじゃないんだからお前だよ全部、はい、それでね、正体は全部あなたです
ということで、もう1年をもう終わろうとしてるんですよ。今年のでもキャラクターは結構正統派が多いかな。そうですか。変な人あんまりいないもんね。そんなことないと思いますけど。結構そのなんか正統派が揃った大会になったかもしれませんね。そうですか。揺り戻しでしょうね。去年ちょっとあの結構パンチ効いたキャラが多かったから、今年はちょっと正統派の漫才が見てみたいなみたいな大会もあるじゃない。うるさいんだよ、そういうこと。審査員キャラ審査員、それもキャラ祭りじゃねえ。審査員キャラ安田さん、でもこれ一つ俺思ったけどさ、はい、ザ・ダブル出た方がいいよ、女になって。女になって、うん、そしたら優勝できるかも。ザ・ダブル、そういうこと、ね、ピン芸でもいいしね、別にコンビでも何でもいいんだけど、チャンス、うん、女性になって、女性として生まれ変わってっていうことですよね、うん、あ、つまり芸名は分かってるでしょ。ベンジョレ・ヤスコかわしちゃってキャーじゃない茶色で出てきてもうキャーだろ、まず会場入れない、クソまみれだからぶった切るな、やれって言ってやってみたらって言った後のこの効果がすごいよね。こうまずどっかでシャワー浴びてこないとどっかでシャワー浴びて浴びて、あのテレビ局内で誰かにうんこかけてもらうとか、うん、テレビ局内でもう一回局内にかけてもらうんだ、うんこ誰かにかけてもらうの、うん、何でお前よだれ垂らして垂らしていねえわ、捏造だよ、捏造だ。今年はでも有馬記念どうかな。いや、それはまあレイデオロじゃないですか。レイデオロだろうな、ね、うん、レイデオロだと思う。そうですね、ちょっとこれはもうみんなに買ってもらっていいね、馬券じゃ。レイデオロ多分大丈夫だと思う。大丈夫です、はい、間違いないと思います。買ってもらいます、はいはい、ということで一部の地域の方この時間の分から引き続き聞ける方お願いします。はい、さあ2018年12月16日日曜日、時刻は夜9時を回りまして、お寒い中皆さんお疲れ様です。有吉弘行でございます。今夜のアシスタントはデンジャラスな安田です、はい、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送サンデーナイトドリーマー、今日はサンドリーキャラクター祭りということで、今年1年番組に出演をしてくださっていろんなキャラクターが大集合して最も人気のあるグランプリを決めるという大会でございますけれども、はい、メールいただいております。ラジオネーム黒羊 FM 群馬、こんばんは、にわかです。今年のキャラ祭りですが、やはり有吉さんがおっしゃる通り正統派が多いですね存命の人物に憑依絶叫、この2パターンがその要因ではないでしょうか、うん、まあにわかの意見ですけどね思い出したけど、このにわかっていうのにわかっていう風な括りになってるけど、思い出した俺、うん、ワールドカップの時のホラン千秋だわそうですか、うん、ホラン千秋があのサッカーの試合で2試合目変な試合やったじゃない、うん、あれで文句言ってたっていうので腹立ってたあれパス回しのやつ、パス回し、いやにわかですけどやっぱり見に行ってる人たちがいますからみたいに言ってたこの危ない危ない危ない、なんだこの危ない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 、武市みたいになってる危ないよ、気をつけてください。誰が武市だもん、酒も飲んでないのに、あ、飲んでないのにおかしい、白腕白腕興奮しちゃって、危ない危ない危ないですよ。いや、あの時のホランうるさかったわ、マジでテレビぶっ壊そうかなと思って、うん、テレビ局のテレビだったから別に壊してもいいやと思ってそうや、テレビ局で見てたんだ、ボーンあと爆発しそうでしたけどね、ブランカのテレビだったら大事になるところでしたよことですけれども、ということで、もうキャラクター祭りじゃんじゃんいかないとね、時間がないんでね、そうですね、参りましょうか、はい、すみません、メール一枚紹介してからいきます、はい、ラジオネームレナナ、5月27日に現れた有吉愛博之さんの教えがもう一度聞きたいです、うん、有吉愛博之知らないね、だから聞いてください活動家として、はい、あのそのタレント業務みたいなことはやりますけども、はい、タレントという肩書きは今日してます活動家、ええ平和活動家、お金めちゃめちゃ怖い、ちょっとね、世界一優しい団体ですからそれが怖いんですよ、そう、その歌いもめっちゃ怖いですよ、愛さん、ね、愛さん、愛さん、有吉愛博之です、アイグループ、アイグループ、いや話、ホスト、平和グループ、あ、すみません、世界グループ、アイ、うん、平和グループ、うん、まず手始めにロバート・デ・ニーロさんの、はい、レストランに私は行かない、はい、ということを誓います、はい、めちゃくちゃちっちゃくないですか、やることは野菜しか食べません、はい、はい、うん、野菜と虫です、はい、野菜と虫、虫は命ではないですか、
虫は虫けらと言う寄付してください。いや慈善事業ですよね。そう、慈善活動にもやっぱお金は必要ですから、はい、あ確かに、はい、お金か、はい、野菜で払ってくださいなんだろこれ誰がエントリーさせたんだこのないですか場合ですね。ああ、そうなんですね。愛が一番大事だ愛があれば何でもできる愛がない、愛がない世の中が存在したとしょうがない、うん、愛だ、愛、愛こそ全てだ、愛だ、うん、安だ、いら愛が全てだ、愛がない地球なら、愛がない地球ならこの世に存在する、愛ない、愛のない地球だったらこの存在する必要はない、愛が、愛がないから、愛がない世界なんて全く意味がないんだ、愛が、愛がそれは、あれだよそれは、愛だ、修行するぞ、愛だ、愛の修行するぞ、修行するぞって言っちゃった、修行するぞって言っちゃってない、愛のね、愛の修行するぞ、愛のだった、さただ修行するぞ、修行するぞって言ってなかった、わかるな、できるな、愛の修行するぞ愛の覗いてたらダメだよ、それ。修行するぞ、修行するぞだけだと思う。愛の。懐かしいやつ。言うてたわ。愛のないこれは、だらもう、存在してたもんでしょうがない。生き残るのは、有吉愛グループだけだ。いいな、やつだ、できるな。愛の修行するぞ。それ、あれじゃんっていうのは、大丈夫な言葉なのかっていう、あれだぜ。もう本当ということでね、まあ、愛の授業をしながらこのラジオを送るね、あれだね、本当にもうこれ悲しい話ですけど、はい、先ほどひっそりとセゴドン最終回を迎えました、うん、あ、そうなんですか、打ち切りということでいやまたもやこの視聴率戦争ね、勝ってしまいました。この番組の生き残りが続いております。サバイバルレース、視聴率サバイバルレースに負けております。NHK どんどんもう新番組、新番組投入でね、かわいそうですよあの手この手で、あの手この手でなんか歴史ものばっかりぶつけてくるけどね歴史ものじゃダメなんだよね、やっぱね、ぶつけてきてもそんなに。いやでも俺ね、やっぱこれ本当にこんなこと言うのあれなんですけど、向こうのが歴史ありますし、はい、あのそう思ってこっちの方が勢いがあるんだね。でもね、どんどん勢いがバタバタ倒れていく、ね、いやバタバタというか最初から1年契約っていう、結局、ま、全く見なかったな。最後どうなるんだろう、金玉爆発して終わったのかな。そんなわけないですよ、金玉でかかったよ、ナッチョでね。そうなんですか、金玉でかくて、あの金玉吊り下げる、はあ、あの紐をしてたんだっていう、本物は。それは本当なんですか、ええ、だからそうだね、金玉爆発して終わったんじゃないかな。その辺のやつは目つぶってんじゃないですかね。目つぶるから、その辺がダメなんだよ、リアリティがないって言われてね、やっぱ鈴木亮平君だっけ、はい、あの子じゃちょっとダメだね、若いよね、やっぱり、ね、金玉でかくないから、金玉でかいやつじゃないとダメだ誰ですか、じゃあ例えば金玉誰のこと言ってんだよ金玉がまん丸ならでかさんね、あんまるんでかさん、金玉まん丸いやまあね、そうですよね。まあでも向こうはね、一番。まあね、金玉映せないからね。全然聞かねえな。全然聞かねえんだな、俺の意見はな。ほんと聞く耳を持ってないもんな。とりあえず。絶対に聞かないんだもんね。はい、もう安田さんどう、もう今日ぐらいで仕事終わりか、仕事納めか。そんなことありません。まだやる。レイデオロ。まだレイデオロって何言うなよ、そんな。有馬記念な。もう言ったからね、レイデオロだっつって。そんなやめてくださいよ、そんな。騎手はどう、騎手、騎手は誰の、ルメール騎手、当然ルメールだね。そうです、そうです。まあでも硬いか、じゃあルメール買っていいね、じゃあレイデオールドでルメールね、リスナーも買うよ、金ないのに。いや、いいんじゃないですか、まあ、買っても妙味ないですから、あんまり倍率つかない、妙味がないんですよ。妙味って、妙味だから、その倍率があんまりつかないから、その万が一2着だったりとかした時に単勝で来なかったじゃねえかって言われても、 あとまああんまり儲からない。なるほどね、 1.1 倍とかそういうことでしょ。そういうふうになっちゃうから、うん、でも買おう。まあ買うのは構わないと思いますよ。何柴田恭平みたいな、柴田恭平みたいな言い方しました俺言ったね、なんか変なとこで。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer.さあ、ということで、有吉弘行でございますけれども、今夜はサンドリーキャラクター祭りをお送りしております。はい、いただいたリクエストメールともとにですね、登場していただいた部分をダイジェストにして、紹介しております。最後に大賞発表します、はい。はい。この時間からはちょっと音楽とかアーティスト系のキャラクターがどんどん出てまいりますんで。はい。
思わず体をねリズム取りながら聞いてください。ラジオネームエリアドンフジ、僕が今年好きだったキャラクターは10月7日に出てきた小袋です。小袋の小渕さんと黒田さんがまるで漫才師のような秀逸なダブルボケ披露してくださってましたね、うん、ラジオネーム金玉工場長、僕が今年爆笑したキャラは10月7日小袋の2人、2人の見事な掛け合い漫才もう一回聞きたいですということでございます、エントリーナンバー10番小袋。こんばんは皆さん、久しぶりだねまだ安全地帯かもしれない。おーい会いたかったよおーい玉木浩二さん、おい出るんだな、お前はごめんごめん、おー皆さんひょっとしてお前はいつも声がでかいんだよお前はバカ野郎俺ら女に怒られたら涙が出ちゃうよ。でかいくせに名前本当に涙もろいだ。巨人じゃないですか、もう黒田さん巨人じゃないですか。そんなに小さくはないですよね、小渕さんですけ。小渕さんはそんなに小さくない、めちゃめちゃ小さいですね。お会いしたことないからな、その黒田さんのでかさあんま知らない。あ、そうですか。俺がやっぱり見た中でやっぱでかいなと思うのは阿部寛さん、でも田中もでかい、189あるから。あ、まあ身長ね、そうね。でも田中そんなでかいって感じじゃない、やっぱり幅が狭いからね。やっぱり河合俊一さんと、あ、でかい。あ、この前ついに前田明さん会ったよ。へえ、初めて俺、あ、そうそう、仕事で会ったの。へえ、めちゃめちゃ緊張してさ、うん、話しさあ、あざます、どうぞよろしくお願いします。うん、それ行くぞ、話しさあ、あざます。すごい話しかけてくる。うん、あの、その俺、コミフルな、あの、コミフルあれで、コミフルめちゃめちゃ笑ってた。って言ってもらった。わかんないけど、全然わかんないんですけど、我々は。リングスのロシアの試合が楽しく好きだったみたいで、はい、それを、はい、アンドレイ・コピロフ選手っていう人に、はあ、教えてあげたらコピロフが喜んでたよっていうお話。あの、なんだろうな、これはね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 、それはね、つって。よく聞き取れたね。すごいね。我々常人には。続いて。はい。いや、俺にとってはコピロフが喜んでたっていうのを一番嬉しいから、俺コピロフ応援してたから。あ、そうなんですか。アンドレイ・コピロフ。ラジオネーム帰り道はダッシュで帰る。9月16日オープニングで出てきた安室奈美恵さん印象に残っています。カニが食べたいのにいつもエビが出てくるという悲痛の叫びをキャンユーセレブレートに乗せて引退間近に歌ってくださり、ゲスナー全員号泣でしたね、うん、エントリーナンバー11安室奈美恵さん。カニ食べたい、カニ食べたいけど今日もエビ食べるエビまみれだね今度からはカニをよろしくね今日は本当に最後沖縄のライブ皆さん来てくださった方本当にどうもありがとうこの、ラジオ出演を最後に9月16日付で、はい、芸能界を引退させて、いただくことになりました。お疲れ様でした。本当に、もう本当に、20年以上、まあ、30年近くですかね。そうですね、はい、精一杯駆け抜けてきました、うん、で、はい、もう悔いがないと言ったらね、それはだってやりたいことはいくらでもね、はい、ありましたし、そうよ民勉強してよ私を信じて、そうよ民勉強しなきゃ鬼が出るよ今もう引退前で一番発光してる状態ですからね。ちょっと眩しすぎるかもしれませんけど、そう確かにね、あなたたちみたいな本当にゴミのゴミくずにはじゃん、ほちょんちょんたん、トゥトゥントゥントゥン、いっぱい歌うんだな、トゥントゥントゥン
タンタンタンタタンタンタン。沖縄っぽい。タン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 。牛が生まれた。可愛い牛が隣のお宅に牛が生まれた。牛さん。本当に。いや、嘘。皆さん。どうもありがとうございました。ね、モノマネではないからね。はあ。天波さんっていうことですから、ね。そうですよね。はい。名曲ぞろいでしたね、結構。そうですよ。あんな歌を歌ってくれるんですね。牛が生まれた。牛が生まれた。トライミー勉強しなきゃっていうのは多分あれ家庭教師のトライから来た。あ、そうか。なんだね、牛が生まれたんだ。もう来年からもうちょっとまともにやんなきゃダメだな、本当に。そのなんか思いつきで。あ、そうですか。その前のその辺から拾ってくるもんばっかりダメだよ。あ、本当ですか。でもね、多分ね、それ去年も言ってたような気がする。うん、なんか、そう、そんな気がする。すいません。すいません。僕のアルトバイエルに免じて。また言ってる。許してください。また阿部寛さん来た。続いてまいりましょうか。はい。これは最近かな、ラジオネーム田中誠志郎、うん、映画ボヘミアン・ラプソディのヒットとともに年の瀬に滑り込んできた有吉マーキュリーと開くオーディエンス、ね、素晴らしいコール&レスポンス、まさにまさかサンドリにあのクイーンがやってくるなんて、感無量です。エントリーナンバー12番、フレディ・マーキュリー。お前たんペロペロ、またペロペロ、お前たんペロ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 エロ、本当にまたペロ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 エロ、やばいよこれが、お前エロ、マロエロエロエロ、ここらめですもん、エロ、お前たんペロペロ、またペロペロペロ、な、なに、ペロ、ストリップ見に行ってんの、ペロマンタン、ペロマンタン。おまたペロペロ、おまたペロペロ、うせえなもうこれはもう映画見てすぐだったから、もうみんな感動してたね。あ、そうですか。本当にもう再現されてたから、ボヘミアン・ラプソディ、うん、はい、ね、見ました。私も今週見ました。嬉しいね、はい、やってみてくれた、あったでしょ、はい、ありましたね、このシーン感動でしょ。ウェンブリースタジアムが蘇るというやつですよね、はい、本当に最高でございました、はい、もう一回見に行きたいぐらいですね、うんうん、おまたペロペロって言ったよね。あれはでも判明したんですよ、あれはね、ラジオの本番中に。ほうほう、おまたペロペロっていうのは、チャラッチャラララララっていう、あの、マリオが死ぬ時の音だっていうことで判明とした。この後10時からね、テレビ東京の方で、有吉っていうゲーム番組やっておりますので、ぜひご覧になっていただければと思っております。はい。ラジオネーム、ごめんなさい、ラジオネームチェーンギャング5、うん、僕の好きなキャラクター、9月30日放送 T. ドットドラマー分かんないよ。ニュースのコーナーでドラマーの話題になり、酒井さんとセッションしたキャラクターです、うん、全然わかりません、うん、聞いてください、うん、でドラムセッション。酒井ドラムできる？はい、やってみて。全然ない遅いね、基本のやつやってんだよ。そうです、ね、一番基本のテクテクテクドゥンテク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 テこうか、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 すごい、シンバルシンバル、いや、ちょっとドゥンドゥンバッカンドゥンブンタッタンブ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 ンブンタドゥーダッタドゥーダッタドゥーカバータカボードゥーダッタ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 ドゥ
これキャラクターじゃないんだよ、ね、そうですよね、セッションだから本当の、そうですよね、あれ思い出すね、セッションっていう映画ね、はいはいはい、ドラマーのね、ドラマーの厳しいハゲトビさんが出てきてね、そばに寄ってきて、はい、あの映画も良かったね、なかなかね、やっぱり最後ああいうあれだね、あのスイングガールとかもそうだけど、やっぱ俺ああいうの好きなんだ、最後バッチリ練習してきた歌とか演奏で締める映画、うん、ああボヘミアン・ラプソディ、ああそうですね、そういう意味ではセッションもそうだ、はいはいはい、はい、スイングガールズ、俺スイングガールズ好きなの、スイングガールズ再放送してたら必ず見る、へえめちゃめちゃ好きなの、なんかえそう、あんまり覚えてないです、ジャズやるべ、ジャズやるべ、ジャズやるべって言わない、俺すぐ言っちゃう、ジャズやるべそうなんだ、うん、俺マジでジャズやりたくない、あれ聞いたら、あれを見たジャズやるべって、ジャズやるべって言っちゃう、もう完全に脇役の方だけど俺スイングガールズね、あとはもうそうだね、うん、最近いい、今日はシンゴジラやってるってね、今やってるよ、ああそうですか、これも多分もう終わるだろうね、でもこれ今日1回限りじゃない、シンゴジラは、まあ、上立戦争に大体そうですけどね、映画のやつとか、シンゴジラ見に行った、俺行きました、行きましたよ、ああそう、シンゴジラも映画やるのよ、なんか一緒にファインディングにも見に行ったね、ファインディングにも見に行きました、見に行った、ファインディングに、ああそうでしたっけ、みんなやってるかい、俺が最高に好きな映画、みんなやってるかい、たけし映画を誘ってくるのは有吉さんですからね激しい映画好きでおなじみですからね、みんなやってるから面白かった、はい、本当ですよ、最高にくだらない、そうですよ、これあの変なタイミングで笑う外国人みたいな笑い方でね一人だけ爆笑してましたもん、映画館いっぱい耐えてて笑ってんの俺だけやねん Stay Night Dreamer Live on airさあ東京半蔵門からお送りしております、はい、ラジオネームロンより証拠の大ライス、うん、後半戦は歌手が続々参戦、紅白歌合戦かと思いましたさすが裏のセゴドンを倒し倒したサンドリー、日本の未来は明るいでごわす見てんじゃねえかそっち見てんじゃねえかラジオネーム東北自動車道 FMA、 有吉さん、下町ロケットも来週あたり最終回迎えるらしいですね、この時間帯サンドリの一人勝ちですね、そうだね行列ぐらいからなかなか衣装を繰り広げてんのは、まあそうでしょうね、行列の方がなかなかバラエティーですからね、なかなか終わんないね、結構下町ロケットもすぐ終わっちゃったの、なんかあっという間だったね、3ヶ月ぐらいじゃない、まあ、3ヶ月の予定なんですよね、ワンクールで終わっちゃう、予定なんです、ワンクール厳しい世界だよね、本当に、ね、全然聞いてないですけど、ラジオネーム大陸、はいはい、FM 香川、有吉さん、来年からはちゃんとしないとな、思いつきでやってちゃダメだ、うん、という言葉、うん、僕の記憶が確かならば4年連続です、うん、やっぱりそうだったいい加減じゃない誓いを立てることが大事なんです人間って、まあそうですよね、はい、誓いと反省です、はい、ラジオの稲葉の白うなぎ、便所のやす子さんそれかよ、ザ・ W のトイレマンダのネタ考えました、あお願いします、この前トイレットペーパーが切れていたんで隣にトイレットペーパーくださいって言ったら隣も切れてて、隣がさらに隣にもらおうとしたらその隣も切れてて、それがずーっと続くなーと思ったら反対側の横からトイレットペーパーくださいっていう声がしたんですよ、え地球一周しちゃった、びっくりー、はい乙姫乙姫って言ってガチコワガチコ見てるじゃねえかなんかこれが優勝できるか本当ですか、マジマジ見てないからよ、見たらわかる、これで優勝できるから、できます、うん、ラジオネーム帝国の旅、便所のやす子さんのつかみ考えました、水に流したつもりでもあなたの心にこびりつく、どうも便所のやす子です、うるせえよクソじゃない、本当だよ、ただのクソじゃないかなんだよそれ商店風の商店の挨拶風の便所の縁の裏側みたいな顔してんなお前、しかしクソじゃないかそれもそれもクソだろクソって言われて悔しくないのあんた、悔しいです映画館になるといいな、しかし本当に映画館になる何が、いやクイーンみたいに何がこうやって虐げられてきて、虐げられてるのが最後ライブやんなきゃでもね、まあ、そうだね、ロストプラスワンで、ロストプラスワンでかよロストプラスワンで便所の歌アングラじゃねえかよ
太陽様過去5回またやるんだって。あ、そうです、やりますやります。1月1月あの20日に。あ、1月20日はい、20日にやります。日曜日なんですよ。日曜日、あ、いや無理だ、俺らは誕生日、俺らはダメだ。そうなんです、誕生日にね、うん、もうやろうってなるほど話になっちゃってて、あ、そういう風になっちゃったんです。じゃあまあいけるやつは行ってやってください。あ、そうです、ね、2,3 人しか入りませんからっていうか結構入るんだよね、まあまあ、結構入るから大変なんだよね。そうなんですよね。だからそう、なんか一時もういっぱい来る人は全員入れようってたらもうパンパンになっちゃってね。そうです、大変だったんだよね。そうです、そうです。あ、だからもうなんか結構人数限定してもう制限しちゃってますね。生意気な話だよね、はい、そうなんですよ、あそこだけ生意気にすみませんけど、ですね、あそこだけ人気ライブだね。そうですね、もう10回20回ぐらいやってますか。やってんじゃないですか、ね、僕ももう半分ぐらい出てます。いや出てます出てますね、はいはいはい、今回も完全に出れませんね。日曜日でこのラジオやってますから、このラジオやってますから、もうそう録音になりませんかね、それはね。いや無理でしょ、あんなライブのために何だけそうですね、それはそうです。曲いきましょう。あ、じゃあ一曲いきましょう、ダオコで終わらない世界で。 Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage www.jfn.jp/dreamer Stay Night Dreamer。あのジョーダンズの山崎さんとヤルセナスの中村はあの属性としてはもうグループ一緒だね、グループはね。まあそうですね、はい、嘘ついてでもいいから調子よくやるっていう嘘ついてでもいいから誰か偉い人についていくっていうね。まあそうですね、属性は一緒です、はいはい、あとは中村はあの吐くっていうね、お化けの空気を感じて吐くという、まあ、特殊能力はありますけど、ね、急だったね今のさ、ダオコのさ、はい、今の歌さ、俺分かったわ、はい、俺がやってた携帯ゲームのやつの歌だわ、うん、ドラガリアストーリーかなんとか言って、俺ずっとそのゲームでこの歌聞いてたのよ。誰が歌ってんだろうな、上手な人だなと思ってて、これダオコっていう名前を知ってたけど、俺ダオコさんとこれが結びつかなかった。ダオコっていうからケンダオコだと思ってたからさケンダオコ、ケンダオコ、ケンダオコさんだと波音が響けばかと思ってたからさ、新キャラで出ちゃうからまた新キャラで出ちゃうからああそうだったんだね、分かりました、今はね、うん、今日はサンドリのキャラクター祭りということでお送りしておりますけど、はい、もうだいぶ後半戦に近づいてまいりましたね。そうですね、もう終わるっちゃ終わるんですか、ね、うん、もう終わりますね。行ってみますかね、うん、はい、ラジオネーム西野スイカ、うん、僕が好きなキャラクターは鬼です。2月4日放送、節分の翌日ということで鬼が出てきたんですが、鬼かと思いきや最終的には助けてくださいとお願いするおじさんになりましたわかんねえな、聞いてみましょう。エントリーナンバー14番、鬼。ちょっと鬼やってみてくれ。いいですよ昨日実際やった鬼でいいですか。やめてください、許してください、痛いよ痛いよ。あ、いいね、はい、おー、平子家の鬼です。平子家ね、はい、石田ってやってる、うん、先輩じゃん、お前先輩じゃん、泣いてんじゃないぞ先輩だからそれ鬼じゃないからあはは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 はいや、これ韓国の泣き女と一緒だよ、同じかなこれ。何なのこれ、本当に比べてみたいぐらいだ、本当だね今夜比べてみましたか本当にお客様はい、ガチャレは申し訳ございませ ん、 ません、はい、はい、ガチャレタイム終わっております。はい、はい、俺まだ米田コーヒー行ったことないのよ。ああ、そうなんですか。恥ずかしい。へえ、三茶にあったから行こうかなと思ったんだけど。ああ、じゃあ白ワッサン食べたことない。白ワッサンって何それ、いい名前だね。何白ワッサン知ってんの。白ワッサンじゃない、白ノワール。白ノワール、何がめちゃくちゃ嫌なんですか。白ノワール、白ノワール、白ノワールって何。すいません、何なの俺、ま、あれかな、はい、
えのきだけでハンバーグ挟んであるとか白のワール美味しそうですかそれ。まずそう。そうでしょ。いやまあその白いパン。いや白いパンじゃないです。だからアイスクリームが乗ってるやつですね。だから大きいやつだとあんま食べきれないですよね。なかなかね。パンにアイスクリームは。おお、そう感じのやつ。便所のワールは便所のワール。まさかパンに？まあうんこが乗ってるんですよね。あじゃねえんだよ。誘導尋問だろそんなのお前もう。熟練の熟練のじゃないんだよ。ラジオネーム一律千葉朝連部。僕が好きなキャラクターはチンコに寄生した寄生獣チポーです。 1,2 回しか泣かなかったのでプレミア化ですねっていう。ラジオネーム桃色黒ババ。僕が印象に残っているキャラ2月11日チポーです。覚えてるな。寄生獣はミギーだからね。有吉さんとは別の衣装を持ったチポーの突然の出現にチポー僕は怯えて3日寝られませんでした。エントリーナンバー15寄生獣。たまになんか変なことあよくあるじゃん。不倫なんかでもそういうことだろ。頭とおちんちが意思が違う、まあまあね、怖いですよ。急に喋るからなチポ、ね、名乗ることもない、うん、急に来ました。あれチポなの本当に。楽しいですね。チポなんチポって急に飛び出してきたね。飛び出してきたんですね。安倍さんのチポも見てみたいな。ああ、あると思う。アビエルさんチポ、ああ、じゃないだろうね。あ、そうですか。おーだね。大きいから。おーチャラーンここで飛び出たゾンビだーまさかの不意打ちションベンを漏らす安田口からは泡が飛び出したボー帰ります。あの今年ノミネートされてません。ありがとうございました。ノミネートされてませんよ。あなたでノミネートされてないんですよ。ありがとうございます。お疲れ様です。漏れてますからね。エントリーから漏れてますからもう来ないでください。なんでゾンビエントリー入ってこないんだろうね。いやまあやっぱり評判が悪いじゃないですか。ね寄生獣の後はねこれですね、はい、はいはい。エントリーナンバー16になりますけども、うん、ラジオネームショッピー。僕が好きだったキャラは6月24日にちょっとだけ現れた意思を持ったチンポです。突然ラジオ乗っ取って替え歌を歌ったりする陽気なチンポでした。ラジオネームムカキンタムシ。私が最も印象に残っているのは6月24木星から来た意思を持ったチンコです。サンドリがチンコに乗っ取られ安田が慌てふためくあの放送回は、うん、宇宙人に支配される地球の未来を予期しているのかもしれません。ラジオネームギーク。私の好きなキャラは6月24日、意思を持ったチンコです。木星から番組をたびたびジャックして安田さんを困惑させてます。これもリクエスト多かったそうです。あ、そうですか。はい。エントリーナンバー16、意思を持ったチンポ。今日、チンポが初めて、木星についたよ。え、チンポが？チンポが木星についたの？いや、もうどんどん広がっちゃったから、もう。私は、意思を持ったチンポです。さっきすいません、なんか、ラジオを乗っ取られて、乗っ取られて、はい、何ですかチンコに、はい、木星にたどり着いたチンコに番組が乗っ取られて皆さんちょっと混乱されたんじゃないでしょうか。してないと思います。ハッキングというんですかね。いやいや電波ジャックというんですか。私はチンコです。地球は丸くて臭かった。人間どもなんだよ殺してやる。石は石でも探索だよ。ちょっと私はちょっとサザンにはうるさいんだよ。何を知ってんだよサザンの。サザンにはちょっとうるさいぞ。じゃあちょっと聞かせて。サザンうるさいぜ。木星より愛を込めて。木星なんだよ。ひどい。師匠でしょどっかの。そうですね。私はサザンにはちょっとうるさいんだぞって。サザン俺サザン。そうですね。うるさいなっていう。大昔の漫才です、ね。大昔の大昔の漫才です。
時差があるから、ね、時差がありますからね。どうしてもね、木星と地球で時差があるから、ね、やっぱ木星はなかなかね、新しいお笑いが、ね、入ってこないんでしょうね。いやいうことなんですよね。まあ後半はまあこういう感じでしたかね。はい、これでだから今年はね、エントリーナンバーは16個までですね。はい、ということなんですよね。ちょっと覚えてました？結構。いや覚えてました。はい、知ってます。意外とやっぱり聞いてるだけあって。なるほど。はい、寄生獣はさすがに覚えてませんでしたけど。ちょっと短いかったですからね。はい、相当気をつけてみないといけないですからね。はい、さあということでね、サンドリーキャラクター祭りいよいよ2018年のグランプリ発表でございます。Slay Night Dreamer Live on air.Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer.さあということで、サンドリキャラクター祭りは今年のねキャラクター全て発表されたということでございますけどもね。はい、ここでですね、ノミネートキャラクターを振り返っておこうということでございまして、今年は16のキャラクター、はい、はい、その前にちょっとメールいかしてください。ラジオネーム無難にヨーグルト福島 FM、うん、おい安田、安田さんね、白ワッサンはな、めちゃイケのオファーシリーズで矢部さんが作ったパンだろ、その後ローソンで売られてたんだよ、覚えとけ。ちょっとした言い間違い、厳しいね、なんかね。全然だな、本当に。記憶力もめちゃめちゃだな、本当に。間違った放送するな、公共の電波使って、嘘の情報。情報統制しようとしてんじゃないかなんか、誰か洗脳でもしようとしてんじゃないか、恐ろしいな、本当に。いや、さっきの方が全然洗脳しようとしてたじゃないですか、ね。ということでね、今回。ということでね、じゃねえんだよ、だから。俺の説教終わったら大体もうそれが句読点ですからね。そうですよね。阿部寛、シュワちゃん、大坂直美、にわかことホラン千秋、うん、韓国の泣き女、中国人盗撮おばさん、ソープ嬢よしこ、有吉愛弘樹、小袋、アブロ浪江、フレディ・マーキュリー、ドラムのセッション、鬼、寄生獣、衣装持ったチンポ、ということで、1年間やって、はい、これだけしかノミネートされてない。いや、十分でしょ。十分です。十分ですよ。ということなんでね、もうとりあえず発表しましょうかね。いいんですか？発表します。もう聞く必要もないでしょ、こんなもん、しょうもない。そんなことないですよ。また改めて聞く必要もないでしょ。そうですか？なんかあったっけな。いや、なんかほら、さっき言ってた、韓国の泣き女との比較みたいな感じ。韓国の泣き女、ちょっと聞いてみる？じゃあ、韓国の泣き女と鬼が一緒だってこと？はいはいはい。韓国の泣き女さん。世界最高齢43歳のクモ、蜂に刺されて死ぬ。はぁーこれでしょ。これでちょっともういいだから、はい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 、はい、ほんで鬼は聞いてみる。鬼も聞いてみればいいです。鬼も長いよ、だから平子のとこから。ああ、そうですね、そうなっちゃう。しょうがないけど。あ、まあそうですね、はい、ちょっと鬼やってみてくれ。いいですよ。昨日実際やった鬼でいいですか。うん、うん、うん、でも鬼らしい鬼です。石沢がひどいんだよ。やめてください、許してください、痛いよ、痛いよ。ああ、いいね、なんか、はい、平子家の鬼です。いや、ね、はい、膝がひどいから、ね、うん、下手なんだよ。鬼が泣いてんじゃねえぞ。先輩だから、それ鬼じゃないから。ここからですね。泣きようね。泣いてんだよ。泣き女じゃん。泣いてるかな。後半間違えない。後半は間違えない。鬼じゃねえな。一緒でした。後半は間違えない。まあ実質だから15ですね。キャラクターはね。
来年はまあどうしましょうかね。来年もやらせてもらえるんだったら、まあまた1年間頑張ってやっていきますけどね、うんうん。まあゲストなんかもね、ゲストは去年あんまり来てないかな。島田とか。まああとは、パイパイレンジャーとか。パイレンジャー、はいはい、はい。タマレンジャーか。パイレンジャーとタマレンジャーがセットになってきてる。タマレンジャー。タマレンジャー。畠山くんね。畠山くんね。そうそう。タマレンジャーこと畠山。タマレンジャーって言われてるんですか、うん。あと誰来たかね、ゲストは。別にそんな来てないのかな、ね。そんなもんじゃないですか、ね。そんなもんじゃない。深くんも来ないですよね。深くんもあの、ほら、フェスやんないからさ、宣伝。宣伝がないから、これ。あいつ宣伝することがないから、別にあんなもん。ああ、そうなんですか。宣伝することがない人生だからさ。なんかやってませんでしたっけ、ロケットなんか。ロケットフェスね。あれだからやってない今年とかだから。ああ、やんなくなっちゃった。だからそうなんですよ。へー。来年はだからもうちょっとゲストも、やっぱりね、やっぱ俺も飽きちゃうからさ、やっぱり同じようなツラの連中とさ、便所の、便所のよしこだっけ、お前。なんだっけ。よしこじゃないです。やすこです。あ、便所だっけ。おい。便所のやすこ。また話しかけたな、自分から名乗らせるという。老化やセクリック。だけだよ、あれだからね。ちょっと読んでみないと。いやー、まあ、誰とこなんですか、やっぱり。やっぱ、うん、歌歌える人がいいなと思えば、狩野英孝とか。狩野英孝、ああ、うん、でも来そうじゃないですか、こんなことだ。まあ、島田もいいだろ。もう、はっきりしたからね、結論出たからね。占いはインチキだって言わしたし。あいつはそうだ。中村なんても最初からインチキだからね、どうしようも、呼んだってしょうがない。みんな誰も知らないから、きょとんとしてるしね。ほら、しょうがないもんね。思いつく限りだと思う。全然いない。あと、小島、久々に小島か。小島とか。小島っていうのは将棋の。将棋の大島こと小島。ああ、小島。はいはいはい。ちょっと。最近ちょっとたるんでる奴ら呼んで、ちょっとやっぱリスナーに怒ってもらわないとっていうメンバー。ああ、そうですか。そういうことでしょ。田代さんだと来たらまたちょっと番組の訂正変わっちゃうから。変わりますね。したらお話聞かなきゃいけないから、ね。はい、そうですね。ちょっとドキュメンタリータッチになっちゃ う, う、ね、なっちゃいますから。はい。竹山全然面白くないしな。誰がいいかな、面白い。この前三四郎ラジオ聞いてたら中山きんに君来てて面白かったわ、中山きんに君。ああ、そうですか。あれでもあれ三四郎のもんだから。三四郎の特別ゲストだからね。うん。ああいう人いないから面白い人。でもまあ呼んでみてもいい。いや、きんに君呼ばないよ。あ、そうなの。呼ばないけど、ああいう人いないかなって言ってます。シュワルツネッガーとか。シュワルツネッガーとかさ。いや、それは、ね、筋肉系がいいんですか筋肉系がいいですよ。面白かったもんだって。あ、そうですか。翔英さんとか呼んだら嫌だ、あいつバカだから。なんでバカだからじゃないんだ。いや、だから、ここに来たらさ、いいじゃないですか。さあ、ということで、もう時間なんでね。はい。そろそろ大賞の発表に参りたいと思いますけど。はい。大賞の発表をしてくださるのは昨年のチャンピオン、北原理恵さんでございます。あ、はい、お願いします。はい、それでは、発表します。接吻します?それでは、発表します。お願いします。はい、ファンボリ、ヘレクター祭り。ヘレクター2038?2038?2018? 聞いてください。2018? ふざけないでください。センズリ。センズリちょっと、ちゃんと聞いてください。ちゃんと聞いてください。すみません、しっかりしてください。センズリキャラクター。センズリしか聞こえないですね。センズリキャラクターしこり。センズリキャラクターしこり。センズリキャラクターしこり祭り。しこり祭り ?38。38? 大会は。うん。最初は、うん。サバジン。サバジン?サバジン?サバジンって、おめでとうございます。優勝した人。すいません、すいません。すいません。北原さん、すいません。サバジンっていうのがね、ないんですよね。お前、ほんと耳悪いな。いや、サバジンって。お前、ほんと耳悪いな。もう一回やってください。はい、すいません、お願いします。サバジンっていうのがないんです。センズリ。またセンズリって聞こえてんだよ。タイプカプシコリ。キャラクターしこり。2038。タルフルは。対象は。キャバイン。やり直した意味ねえよ。Slay Night Dreamer Live on air。さあ、ということで、もうお別れの時間でございます。大賞ね、良かったですね。じゃあ、どれだったんですか、結局。どれだったのかが、僕あんまり。いや、いや、なんで聞き取れないの?北原さん、ちゃんとやってくれた2回も。いや、ちょっとわかんない。シュワちゃんだと思います。
シュワちゃんなんですか。シュワちゃんだとおっしゃって。あ、そうだったんですか。そうですよね、北原さん。キャブ。え、なんつって。キャブ。サブだし。キャベジン。キャベジン。無理だ、いいじゃん。キャベジン。エンコイジランバー。2番。はい。キャベジン。キャベジン。キャベジンに聞こえる。シュワちゃんでいいみたいですよ。シュワちゃんでいいですか。そうだったんですね。受賞でした。はいはい、もう一回じゃあ一応受賞作品聞いておきましょう。はい、お願いします。I'm back。ちょっと。スローの世界心配したぞ。スローンじゃないか。はいはい。スロー、お前だけ抜け駆けは許さないぞ。お前は、あいつじゃないか。あいつじゃないか。筋肉の。筋肉の。あれじゃないか。だらけ。おいおい、忘れたのか、俺の名前。ボケちまったな、ずいぶん。あれあれ。あれ、ドラフラングレンも俺ももう名前が出てこなくなってるし、当然シュワルツネッガーもおじいちゃんだから名前出てこない。相まって全然ドルフ・ラングレンの名前出てこない感じが僕は良かったかなと思います。面白かったですね。はい、ということでまた来年に向けて、皆さんまあなんとなくあのいつも気に留めて、なんか軽くね気づいた時メモなんてしてくれてれば、また次ね来年送ってくださる時楽かなと思いますけど、まあ全く出ない可能性もありますしね、キャラクターなんていうのはね。あ、そうですか。でございますけど、まあいつもメール送ってくださっててありがとうございますということで、まあちょっと12月末1月の頭ぐらいまでまたネタはないので、はい、ちょっとまた面白いネタを貯めといてほしいなというふうに思っております、うん、まあ選挙なんかもありますかね、はい、ということでございますので、まあ、来週が選挙になるのかな、違う、来週がもう総選挙。あ、もう総選挙、まだあの投票受け付けてたり。そうですか。21の金曜日まで受け付けてるみたいです。もうハッカー上等でやっておりますんで、中間発表も今回なかったですね。なかったですね。あの中間発表しちゃうとハッカーがまたあの活発に動きますからね。ハッカーまたいるんだな。そうですか。ということで、はい、お別れでございます。お相手有吉弘行と、デンジャラス安田でした。また来週。北原さん。